株式会社イトクは、秋田県大館市に本社を置く、スーパーマーケットチェーンに特を運営する企業である。商業施設の管理、運営を手掛ける事業持ち株会社、株式会社イトクホールディングスの100%子会社になっている。1982年に CGC グループに加盟し、秋田県と青森県にスーパーマーケット、ト徳を展開している。 2008年、イトクと同じく CGC グループに加盟するベルプラスと経営統合を発表した。その一環として森岡市に共同仕入れ会社であるユナイトを設立。同年9月には旧イトクを株式会社イトクホールディングスに解消。開発部門と資産管理等の事業を残した上で会社分割によって設立した株式会社イトクに、 店舗運営など中核事業を移管した。2009年3月、前述2社と同様に CGC グループに加盟する高柳とベルプラスの資本系列であるスーパーマーケット丸一の合計4社間で統合を前提とした業務提携を締結。締結から3年をめどに経営統合する計画を発表した。しかし2010年5月21日に4社間の 折り合いがつかず経営統合の断念を表明。これを受けて、高柳とのユナイト活動の継続を発表した、伊藤 HD は、高柳と統合する方針を明らかとし、交渉に入った。また、同年10月には、第一生命勤務を経て、伊藤入りした、伊藤博士子の女性である、塚本徹が、社長に就任した。2011年4月、 翌12年秋をめどとした、伊徳 HD と高柳間で、持ち株会社による経営統合を発表。2012年4月2日付で、当時営業していた伊徳、将軍屋店内に、持ち株会社である、株式会社ユナイトホールディングスを設立。同年4月16日付で高柳と共に、株式交換の上堂 HD の完全子会社、とされた。HD 社長には、 塚本徹が就任。経営企画室を設置した上で、商品調達力をさらに強化し、人口減少が進み年々競合が激化する、県内における経営戦略を担う体制を敷いた。店舗は、食料品や日用品のみ扱う従来型のスーパーと、ショッピングモールを含め27店舗1月現在ある。伊徳は、北海道で生産される。 宗谷黒牛の最大の小売業者であり、宗谷黒牛を牛肉販売の主力に据えている。このほか宮崎は牛も扱っている。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。